科学における三重結合は、通常の単結合での二つの電子の代わりに六つの結合電子が関与する二元素間の化学結合である。最も一般的な三重結合は、炭素、炭素間の結合であり、アルキンで見ることができる。その他の三重結合を含む関能元は、シアニドやイソシアニドである。二窒素や一酸化炭素といった、いくつかの二元子分子も見え結合を持つ。 構造式では、見重結合は2つの結合原子間の3本の平行線として描かれる。見重結合は単結合や二重結合よりも強く短い。結合時数は3である。結合の種類は軌道根性によって説明することができる。アセチレンでは、それぞれの炭素原子は2つの SP 軌道と2つの P 軌道を有している。2つの SP 軌道は、 直線上に180度の角度で位置し、X 軸を占めている。この時、P 軌道は Y 軸及び Z 軸に対して垂直に位置している。炭素結合がそれぞれ接近した時、2つの SP 軌道が重なり合い SP-SP シグマ結合を形成する。同時に、PZ 軌道が接近し、PZ、PZπ 結合を形成する。同様に、π 軌道も ππ。 パ結合を形成する。この結果、一つのシグマ結合と二つのパイ結合が最終的に形成される。曲がった結合理論では、見え結合はパイ結合を考えることなく三つの sp3 ローブの重なり合いによって形成されると説明される。ありがとうございます。